日本百貨店協会が発表した9月の全国百貨店売上高は、1年前より9.2%増えて19ヶ月連続でプラスとなりました。円安で訪日客の買い物が増え、関西を本拠地とするプロ野球、阪神とオリックスのリーグ優勝を記念したセールで、大阪地区が好調だったことも貢献しました。 新型コロナウイルス流行前の2019年9月と比べると、当時は消費税増税前の駆け込み需要があったため、下回りました。